世界を分割する分水界分水界とは異なる水系の境界線を指す地理用語である。山岳においては両線と分水界が一致していることが多く分水嶺とも呼ばれる。水は高いところから低いところへと流れる。従って両線のどちら側に降るかで流れ込む川が変わり、注ぐ海が変わってくる。山岳においてはこのような違いが大変明瞭。例えば、 広島県秋田方市向原町、豊島の泣き分かれは平坦な水田の中にある。これより北側は河野川に流れ込んで日本海へ注ぎ、南側は大田川に流れ込んで瀬戸内海に注ぐことになる。もう一つ平坦な地形での分水海の例を示す。それは武蔵野大地の場合である。武蔵野大地ではン堀川や野川、 千川など玉川水系の河川と、黒目川、柳瀬川、空堀川など荒川水系の河川とが流れている。当然双方の水系の接するところ、すなわち分水海が存在するわけだが、玉川浄水がほぼそれにあたる。最も高いところに浄水を通すことで分水を自然に流化させることができ、灌溉面積を効率的に拡大できるのである。分水海を見つけるには、 下流から遡っていくと良い。海や湖に注いでいる河口を持つ流れを本流とし、それに合流している流れを支流として上流に遡っていくのである。このようにして見出された一連の体系を行政では水系といい、その他の水系との境界が分水界というわけである。原則として、川口から最も遠くへ行ける流れが本流であるが、そうなっていないケースもある。 アメリカ大陸を流れるミシシッピ川は、支流のミズーリ川を遡っていった方が長くなることが知られている。分水界に合致しない水系も多々存在する。なお、水系の名称は、本流の名称から取られるのが普通である。例えば、シナノ川水系とか石狩川水系といった具合である。分水界によって世界を分割することができる。ヨーロッパにおける分水界については、 ドナウ川項目中の源泉と分水嶺の項を参照。また、ドイツ語版及びオランダ語版に詳しいので、こちらも参照することを勧める。太平洋分水界は、日本、韓国、北朝鮮、中国、ロシアの南東部、インドネシアとマレーシアの大部分、フィリピン、その他の太平洋の島々、及びオーストラリアのグレートディバイディング三脈以東の地域。 アラスカを含むアメリカ及びカナダのロッキー山脈の西側の地域、メキシコ及び中央、アメリカ、そしてアンデス山脈より西の南アメリカ大陸の海岸部からなる。大西洋分水海はアメリカ東部海岸、カナダの沿岸地域、ニューファンドランド及び北アメリカのラブラドル、セントローレンス川及びゴ五イコ、さらに南アメリカはアンデス山脈より東の地域のほとんど、北。 ヨーロッパ、サハライナンのアフリカ西部からなる。地中海分水海は、南ヨーロッパと東ヨーロッパ、トルコ、レバノン、イスラエル、エジプト、リビア及び、スーダンのナイル川流域を含む、北東アフリカの多くからなる。カリブ海分水海は、アメリカの中西部及び、南部地域からなる。それは、ミシシッピ側の流域が含まれていると見て構わない。五大湖周辺を別とすれば、 ロッキー山脈とアパラチア山脈に挟まれた地域の河川はミシシッピ側に注いでいるからである。メキシコ及び中央アメリカの東海岸、南アメリカの北東部も領域に含まれる。地中海とカリブ海は大西洋に付属するものという見方もあり、大西洋に含めて考えてもよい。インド洋分水海はアフリカの東部海岸、紅海及びペルシアー沿岸、インドア大陸、 ミャンマー及びオーストラリアのほとんどの地域からなる。北極海分水海は、ロシア、北、ヨーロッパ、アラスカ及びカナダ北部からなる。ロシアを代表する河川である大河である、帯川もレナ川も、ロシアの大地を北へ流れ、北極海へ注いでいる。海洋へ流入しない分水海もある。内陸湖に流入する分水海が、その代表である。世界との比較をするなら、 日本は島国でありかつ山国でもあることからその分水海は小規模である。古くは水分とも故障した。中央分水海とは日本の太平洋側と日本海側とはかつ分水海である。ただし、例えば津軽海峡などのような太平洋と日本海の境界にある海域をどちらの海域として扱うかによって結果が異なる。末端以外の中央分水海で最も高度が低い。 ところは、本州では、兵庫県丹波市ひかみ町石星、石星新町交差点付近の標高95メートルである。この最低点の東800メートル付近に、水分かれ公園があり、公園内で水路が、加古川川と、良川川とに分かれている。日本列島全体では、日本山岳会により中央分水冷凍査事業が進められた結果、北海道の新千歳空港付近を、 標高13.7メートルの中央分水会が通っているとされた。一方、最高点は乗り倉だけの3026メートルである。立領制に基づいて置かれた、両政国の境はその多くが分水会となっている。尾根筋を国境とすることが多いから当然といえば、当然ではあるが、尾根を境に気候や植生が変わり文化が変わるのだから、合理的な分割法ということもできる。 中世において、伊賀国が、隣の近江大海、山と両国と、国境紛争を起こした際には、文を境目とする祭壇が下されている。分水海が国境というのは、日本国内に限ったことではない。ヨーロッパにおいてもオネが国境とされることが多いため、アルプス周辺では分水海と国境がほとんど、一致している。分水海がき分かれ、線路沿い左側の白い柱が、分水海を表す。 山岳部では、両線と、ほぼ一致するが、下流の平野部では分水界が不鮮明である。これは増水するたびに河川が流路を変更するためで、ある。このことは、古代から近世にかけて、犠牲者にとって最大の悩みであった。そのため古代の入植は、神殿や工作地の開発のしやすさから山際近くで、開始されている。そして近世になるにつれて、 平地や川材へと開発が進んだ。近代以降は土木技術の進歩で河川整備が進み、河川の流路が変わらなくなっている。ありがとうございます。